こんにちは、TM コアです。先日ですね、近所の田んぼから、オタマジャクシを捕まえてきましてね。でどんなカエルになるのかなということで飼育してた、カエルがですね、オタマジャクシがカエルになりました。で、まあ、想像と一緒、案の定ですね、アマガエルでしたね。アマガエル、やっぱりアマガエルだったかって感じですね。アマガエル可愛いですね。もうこの日本アマガエルってやつですね。顔の横に、目のラインのところにですね、黒いラインが入ってるんですね。アマガエルの特徴です。こんな子がですね、生まれてきました。おい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 、まだですね、本当に、爪の先ぐらいの感じかな。爪、ちょうど、人差し指の爪ぐらいの大きさの、個体になりますが、まあまあ、アマガエル自体そんなにね、もともと大きなカエルじゃないんで、上陸してすぐこの大きさだとですね、まあまあそこそこいいサイズですね。ちょうどヤドクガエルの、マダラとかと大体同じぐらいの大きさですかね、になってきます。でも色は緑色ですね。でアマガエルは、まあ、その環境に応じてね、色が変わるっていうことで有名ですが、生まれたてはこういった緑だから、ベースの色は緑なんでしょうね。でそこから環境の、状況に合わせて黒かったり茶色かったりっていう感じになってくるみたいですね。で今10匹この間オタマジャクシを、連れて帰ってきまして、でこの子が一番乗りで、今もうすでに足だとか手が生えてるのはまだちょっといないかな。足はもう数匹生えてますんで、続々と、上陸してくると思います。成長が早いですね。この間の日曜日3日前にですね、この子を連れてきた時はまだ足しか生えてなかったんですけど、すぐ手が生えてもうすぐ上陸しました。3日で上陸しましたね。なのでまあ相当成長が早いですね。またね、今後続々と多分こうやって、上陸してくると思います。今のところ1匹も死んでないので、多分ね10匹いけるかな。まあまあ7、8匹は多分大丈夫だと思います。たくさんの、アマガエルがですね上陸してきたらですね、ちょっと実験してみたいことがありまして、それは何かっていうと、アマガエルっていうのはすごくこう体色が変えることがすごく上手で、環境に応じて保護色を使ってですね、まあ、茶色かったり黒かったりグレーだったりっていうところがね、こう変えることができるんですが、まあ、どういう色合いにね、変化できるのかっていうことで、まあ、飼育環境をちょっと変えてね、で色合いの変わり具合をねちょっと、実験してみたいなというふうに思ってます。で今後、今うちにいるオタマがですね、10匹ほど、上陸してきますんでね、その子たちを使ってねちょっと色の変化の、実験をねしてみたいというふうに思っております。はい、今日の動画はねやっぱりアマガエルでしたということの動画でございました。ご報告の動画でございました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。